日高屋土浦西口店土浦駅西口と裏らびるおむすぶペデストリアンデッキ沿いにある日高屋の代表的メニュー中華そば日高屋の定食メニューの一例肉野菜炒め定食食品サンプルを使用した日高屋のメニューディスプレイ株式会社ハイデー日高は埼玉県埼玉市大宮区に本社を置く外食企業低価格ラーメン中華料理チェーン店日高屋を主力事業とする 当初一部上場企業。社名は創業者、神田正の出身地である埼玉県日高市に由来する。英語の、ハ、は、イ、い、と、礼を合成し、さらに、日高を合わせたもの。地名を直訳して、礼、ハイ、はい、にしなかったのは、美味しいラーメンを食べて、ハイなついたちになってほしいという思いを込め、逆にして、イ、は、デ、い、でとしたという。埼玉県が推進する、みんなで、 マイボトル運動の飲食店冷水無料協力店となっている。これは埼玉県内の該当する日、高屋、ライライ県、中華一番などの店内で食事をした客がマイボトルへの給水を希望した場合、店側が無料で冷水を提供する活動である。キャッチフレーズは熱烈中華食堂で各店舗の看板にも熱烈中華食堂日高屋と毛筆書帯で 対象されている。全店舗で使用する食材を機械化され、少人数の社員で稼働する餃子工場のセントラルキッチンで一元的に製造して低価格を実現している。また、コストをかけずに集客を図れる立地条件として、駅前をはじめとした人通りの多い一等地に、あえて集客力のあるマクドナルドや吉野家の近隣を選んで出店している。 メニューも低価格なだけではなく、定食などは飽きのこないシンプルで、スタンダードなものを揃えるとともに、季節に応じた期間限定メニューを展開して、老若男女様々な客層のリピート来店を狙っている。一回利用することに次回以降使えるサービス券がもらえる。ハイデー日高は、本社が所在する埼玉市大宮区を本拠地とする J リーグクラブ、 大宮アルディージャのスポンサーも務めており、店内で配布するサービス券にもその旨が記載されている。生ビールやつまみなどのサイドメニューを豊富にすることで、居酒屋利用層のちょいのみ需要も取り込んでいる。店舗入り口に赤ちょうちんが吊り下げられている店舗もある。居酒屋的に利用する客層に合わせ、店内禁煙の取り組みは遅れていたが、2020年4月1日から、 全面志向の改正健康増進法と東京都、受動喫煙防止条例により、飲食店では原則として屋内禁煙となるため、日高屋では店内に喫煙室を設置して対応すると、している。ハイデイ日高では、以下のような複数業態を展開している。日高屋に関するカテゴリー、ありがとうございます。